K-P61 という本当にこの D1 階の中でも稀な車を使って、今回はターボをつけて280馬力と、あー、まっすぐだ、ちょっと振り切れてない、これは辛いぞ、流れた、抜き込んだ、アウト、アウト、アウト、ちょこまか、ちょこまか、しかしこの口かわいいね、かわいいけどね、チョロキューみたいだね、この純然たる NA86、 まっすぐだな、あれはまっすぐだ、あーと、そしてクラッシュ、さあ、ラディ西田、おー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 、ではいいよ、ではスピード上げてきたんじゃないか、ではいいよ、これうまいよ、これうまかったぞ、これ、おーおー、あー、ちょっとクイッパーいた、この辺のパワーのないのが辛い、でもいっぱいいっぱい使ってるよ、さあ、続いてまいりましょう、ふわっと来たな、柔らかいね、ずっと柔らかく来たぞ、ふわっと降りてきますね、流され気味ですかね、はい、流されたね、得点はちょっと伸びそうもありません、続いてまいりましょう、柔らかいね、ここもちゃー、戻ったな、まっすぐの状態で、小さいね、飛ばしきれてはいない、小さいラインで回ってった、あー、これも得点が伸びません、大島智弘、さあ、詐欺坂慎二です、ふわっと出てきたところですが、ここの飛び子、あー、音が消えて、音消えるね、はい、かなり一瞬審査的前に飛んでくるところは外したね、外しましたね、あ、ちっちゃいかな、ジルシリオウチ、悪くないところ、ギリギリのアウト、まあ、さあ、ちょっとフラフラしておりますが、あー、審査帰ってった、審査席前から2コーナー、最終コーナー、おおお、もよもよしながら、ちょい戻り、あ、インカットだ、イタリアはミラノからやってくるおしゃれな外人でございますからね、ちょっと浅かったかな、あ、インカットだ、勢いはあったんですけどね、ちっちゃいな、ちっちゃ返しちゃいましたね、ここはちょっとラインが小さい、このセリカの LB、 おお、おお、おお、いや、どうだ、ギリギリ、あー、戻った、あー、流れた、戻った、流れた、クリップ取れる、クリップがちょっと取れない、だから嫌だって言ったじゃない、春山、もう本当にさあ、どういう走りを見せるか、おっと、まあまあの形で出てきた、さあ、RB サウンド、響かれて、ちょっと入った、小さく入った、あー、止まる、止まる、危ない、ギリギリ、春山、あともう一歩行き、ゼッケン29番、太田久男、どうでしょうか、振り遅れ気味だな、あー、戻った、これもちょっと失敗だ、これではちょっとつらい、得点は伸びません。ジャンプ山下、ちょっと出方が優しいかな、あー、フリーオープンに回る、そして2コーナーから3コーナー、この辺は綺麗には持ってっています、さあ、ゼッケン32番上の高橋です、出方がやはりちょっと優しい出方かな、もうそれ以外は問題ないんですよね、うまさはやっぱりベテラン上野ですから、ね、吉田貴則、勢いはありましたよ、勢いは見せたよ、さあ、しかしぶっ飛んだー、コースアウト、なされアンドスピン、ベテラン福田博士、おかしいおかしいおかしい、調子悪い、吹けてない、吹けてないわ、回ってないエンジンが、福田博士、残念です、さあ、松川和也、ずーっと飛んできた、アルカライド、出方としてはいいところ来て、さあ、これも抑えている、抑えている、ギリギリだ、ギリギリようだ、ちょっと流れたけれども、なんとかギリギリ抑えていった、あー、クリップがちょっと甘いか、クリップちょっと甘い、田所よしふみ、パワーステの調子、あー、ダメだ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 ね、やはりエンジンもですね、あー、今日このロータリーが吹け切らなかった、残念、注目ですよ、山村貴弘、やはり勢いがある、来た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 、これが今村の走りだ、ちょっとびっくりしたね、来た、いいね、 99.73 トップです、さあ、広田智和、うわー、攻めてきた、もう4分を始めながら攻めてきた、ピロタ、いや、収まった収まった、ギリギリいってるいってるいってる、やったー、勢いのある男です、ミノワシンジ、こういう走りを見せてくるか、まずまずかな、スーッー、ちょっとサイド長いか、バリサイ長いね、もうちょっと昨日は勢いだけで来た感じがあったんですけどもね、さあ、藤中学ぶ、どうだ、悪くはないぞ、悪くはないぞ、悪くはないね、ちょっと角度を入れて取ってきた、さあ、村山智弘、得意のエビス、そうだ、ずっと伸ばしてはきた、スピードは悪くない、あー、ちょっと流された、ちょっとフラットが流されて、マシンがふらついた、やった、
っとシフトミスかな。シフトミスだね。壊れたか。あ、壊れたんですね。駆動系。さあ、手塚強し。どうでしょうか。早いぞ、早いぞ。早いよ。ちょっと戻り、戻り。やばい。ダメだ。やばい。あと、クラッシュ。攻めた手塚、クラッシュ。かっこよかった。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫だね。大丈夫っぽい。今じゃあ油は？油。インタクーラーの。あ、なんか落ちてるね。あ、あれはでも水じゃないですか、あれ。ああ、タイヤが、タイヤが。タイヤがくっついたね。すごいタイヤですよね、これね。そうそう、かなりくっついた。これ、1、2、3、4。すごいタイヤだよ、これ。あ、取れた、取れた。はい、7連ぐらいになってましたね、あれね。末永直人が出てまいります。いやー、飛んできた。スピード感はある。角度はありませんが、スピードはありました。いっぱいいっぱい、いっぱいいっぱい。この辺はうまい、この辺はうまい。これもまずまずな走り見せました。さあ、中村直樹、喋るとどうしようもないんですけども、走りは全然違います。いいピードだ、ね、いいピードでした。角度ケツ、ケツ、ケツで回る。うまいな。回ってった、回ってった。うまいな。前進入。いや、うまいね。中村直樹、決めた。うまい。さあ、高橋邦明、ギリギリとこから振ってきた。ギリだ。ずっと持ってくる。沈みない。ここね、終わるくらい。水出し前2コーナー、最終コーナーの出の得点がちょい伸びないぐらい。さっきの私がふわっと出てきたところ、スピードは上がりません。ラインが悪くない、ラインが悪くない、いいラインをいった。さあ、これは得点は伸ばしてきそうだ。ある意味昨日のヒーローはこの男だったかもしれませんが、ほぼ全損の状態。これを直して持ってきた。さあ、出てくる。うわー、それでも攻めてくる松井君。ダメだ、ダメだ、歪んでいるマシンをねじ伏せて強引に持ってった。これが松井です。熱い男、松井幸男。さあ、高山、おー、いいぞ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 、いっぱいいっぱいいっぱい、高山いっぱいいっぱい飛んできた。これがシードの走りです。これがシードの当たり前の走りです。うまい。いや、来た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 。手を動く、シード高い、シード高いぞ。思いっきり角度上がった、角度上がった。さあ、持ってった、持ってった。しかし悪くない走り。さあ、続いて参りましょう。出た。マックス、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 ゼロに戻りたの。世界一の審査をするぜ。何やってんのよ。俺のやつじゃないよそれ。あんた誰よ。あ、誰あれ、マックス、ゼロに戻る、エビ太郎です。今日は頑張ります。おめえ、親父、親父どうしたんだ、ね、親父、おめえ、何やってんだよ。何やってんだよ、いい加減にしろ。何やってんだよ、ふざけんな、ほら、来たよ、ほら、来たよ、親父。さあ、マックス降りた、降りた、お、いいの出てきた、来た、来た。さあ、どうだ、サイドを入れて、持っていけるか、持っていけるか、ギリギリ、ギリギリ来た、ギリギリ来た、ここは持ってった、降りたから、迫力あるね。何が迫力あるんだよ、あんた。本当に申し訳ありませんでした。出たがりなんだから。さあ、時田正義です。ゼロクラウン。おお、出てきた。来た来た。どうだ。時田が攻めた。時田がかっこいいぞこれ。ボンヨンボンヨンしながら戻ってない。これはこれでクラウンの走りでしょう。昨日の最高速134キロという速度もありましたけれども、さあ、今日はちょっと違ったスタイルで斉藤大吾どうして。いやー、ものすごい迫力、煙、角度、これを見せつけます。900馬力を誇るこのマックス、斉藤大吾が踏みまくりました。さあ、日比野哲也、来た、危ねえ、危ねえ、出た、出た、出た、ちっちゃくなるけども、どこまでやらなくていい。危ねえ、下が透けたよ、下が。いやー、ファッション100点だよ。これはすごいよ。続いてまいりましょう、川田。あ、スピードがあるが角度がないから決心に出てきた。このスピードは十分、審査席前のスピードは十分。2コーナー、3コーナー、 OK、 4コーナー、 OK、 決めた。父ちゃん母ちゃんいました。父ちゃん母ちゃん、ね、兄弟の活躍ぶりを、とくと見てもらいましょう。せ、はい、長さを、いいスピード角度、かなり速度角度をつけながら飛んできた。ここをきれいに止めていく、そしてきれいに回っていく。完璧です、完璧です、何も問題なし。さあ、続いてまいりましょう。 Hang on、 ケンのモだからさ、血管切れるよ。さあ、というところで野村健がやってまいります。攻めてくるはずですが、どうだ、ずーっと角度、ギリギリ来た、ギリギリ来た。
スーッと飛ばして、さあどうだ、逆にここはちょっと抑えちゃったかな、99.46。ダリナ4時今もReady, two, one. 今村陽一、この戦いでチャンピオンを決めてやるというその意気込みが現れている。いよいよこれからが本番、追走トーナメント、楽しみにお待ちいただきたいと思います。